今日は皆さんの記憶力が上がる秘訣コツについてお話ししたいと思いますそもそも記憶力とは何でしょうか皆さんにとっては授業で習う歴史の年号や数学の公式を覚えることが記憶力かもしれませんもちろんこれも記憶力の一つですこのような記憶は過去の記憶といえます 過去に何がありどんなことが作られてきたのかを覚えることですねしかし記憶には実は未来の記憶もあるのです例えば今日これからの自分の予定やスケジュール計画をちゃんと覚えておくことこれも記憶力の一つです自分がどこに行って何を買うのかということを覚えておくことはとても大事なことですよねこのような未来の記憶のことを展望記憶 と言います未来を見渡す展望台のようなものと言えるかもしれませんこのように記憶というのは過去のことだけではなくて今のことや未来のことまでも含むとても広い概念なんですねでは肝心の記憶力を上げるコツについてお話ししましょうそれは一言で言うと言語化ということになりますつまり言葉にして声に出して話すことです 記憶力を上げるコツは自分が覚えたいと思っていることを実際に言葉にして声に出して話すことですこのように聞くと皆さんの中にはあまり特別なことではないと思う人もいるかもしれませんねでも自分の言葉で声に出して話すということはとても大事なことです皆さんが今日これから買い物に行くとします例えばみかんと石鹸とお花を買うとしましょう この3つを忘れないように頭に覚えておくためにはただ思い浮かべるだけではなくこの3つを声に出すのですみかんと石鹸とお花を買うというようにもし一度で覚えきれない時は何度も繰り返して言語化するのですみかんと石鹸とお花を買うみかんと石鹸とお花を買うというようにですこれは皆さんも生活の中で実感できることではないでしょうかこのように言語化という作業は 自分の頭の中だけにある情報を言葉にしてアウトプットしてそれをまた自分の耳で聞いてより確かなものにするそういう効果があるのです皆さんもこれから何か覚えたいと思った時にはぜひこの言語化というテクニックを使ってみてください自分の言葉で声に出して話すことの効果を改めて感じることができるでしょう記憶力アップの秘訣このようなことを考えるのも 臨床心理学の研究の一つです。